出身の女子、プロテニス選手。身長189センチメートル、体重79キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。4大大会では、女子シングルスで1998年全米オープン、1999年ウィンブルドン、2000年。 全豪オープンの三冠を獲得したが、女子ダブルスでも1996年全仏オープン、1997年全米オープン、1999年ウィンブルドンで3度の優勝がある。WTA ツアーでシングルス55勝、ダブルス38勝を挙げた。2014年国際テニス伝道入り。ダベンポートの両親はバレーボール選手で、 父のウィンク・ダベン・ポートは1968年、メキシコ五輪に出場している。リンゼイは5歳からテニスを始め1992年、全米オープンジュニアで単服優勝を果たしている。1993年2月に16歳でプロ入り。翌1994年、年間最終ランキング上位16名が、出場可能な女子、テニスツアー年間最終戦。 WTA ツアー選手権に初出場し、いきなり、ガブリエラ・サバティーニとの決勝戦まで進出した。1996年アトランタ五輪の女子シングルス決勝で、アランチャ・サンチェス・ビカリオを7から6、6から2で破り、金メダルを獲得する。1998年、全米オープンで4、大大会女子シングルス初優勝を達成。 決勝でマルチナ・ヒンギスを6から3、7から5で破り、1986年、全仏オープンのクリス・ウェバート以来12年ぶりに、アメリカ合衆国出身の女子テニス選手として優勝を飾った。その1ヶ月後、1998年10月12日付で、初の世界ランキング1位になる。全米オープン女子シングルスで、初優勝した百九十八年、 ダベンポートは、ナターシャ・ズベレワとペアを組んで、すべての4大大会女子ダブルス決勝に進出したが、4大会とも、ヒンギスのペアに敗れて、準優勝に終わった。その結果、ヒンギスの1998年度、女子ダブルス年間グランドスラムが成立した。1999年ウィンブルドンで、ダベンポートは、決勝で、シュテフィグラフを6から4。 7から5のストレートで破って優勝した。この大会では、コリーナ・モラリューとペアを組んだ女子ダブルスでも優勝し、単覆2冠を獲得している。2000年全豪オープン決勝では、マルチナ・ヒンギスを6から1、7から5で破り、ヒンギスの全豪4連覇を阻止した。こうしてダベンポートは4大大会3冠王となったが、同年のウィンブルドンと、 全米オープンの決勝でビーナス・ウィリアムズに2連敗を喫してしまい、しばらくウィリアムズ姉妹の後人を敗することになった。2004年ウィンブルドン準決勝でマリア・シャラポワに敗れた後、一時は引退を示唆する発言をしていた。しかし直後の全米オープン前哨戦の大会で好成績が続き、世界ランキング1位に返り咲いたため、引退を本位する。 2005年全豪オープンで5年ぶり2度目の決勝進出を果たしたが、セリーナ・ウィリアムズに逆転負けして準優勝に終わる。同年のウィンブルドンでも5年ぶり3度目の決勝に進出するが、今度はビーナス・ウィリアムズに敗れ、またしてもウィリアムズ姉妹に優勝を阻まれた。2003年4月25日に結婚した夫のジョナサン・リーチは元プロテニス選手で、 かつてのダブルスの名選手であったリックリーチのマッテイであり、その後投資銀行勤務のビジネスマンになった人である。ダベンポートは2006年12月に妊娠のため出産休養に入ったが、2007年6月10日に第一子の長男を出産した後、ツアー復帰を宣言した。9月16日、インドネシアバリ島大会のシングルス決勝でダニエラ・ハンチュコバを破り、 復帰第一戦を優勝で飾る。出産からの復帰後、彼女はツアーでシングルス4勝ダブルス1勝を加え、2008年北京、五輪の女子ダブルスにも、リーゼル・フーバーとのコンビで出場した。2008年全米オープン3回戦で、マリオン・バルトリに敗れた試合を最後に、ツアーから、再度遠ざかり2009年6月、彼女は、第二子の長女を出産した。 2010年7月にダベンポートは、スタンフォード大会のダブルスで、リーゼル・フーバーと組んで優勝した。8月のサンディエゴ大会のダブルスに出場したのが、最後の公式戦出場になっている。その後ダベンポートは2012年1月に、第3子の事情、2014年1月に第4子の三女を出産した。4大大会で唯一優勝がない全仏オープンでは、 1998年のベスト4が自己最高成績である。ダベンポートは2014年に国際テニス連動入りを果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2008年ウィンブルドン2回戦の不戦敗は、通算成績に含まない。 ありがとうございます。